はい、こんにちは、MD ジャックです。アイです。耳の妖精、ミミです。はい、今回はちょっと変わったデザインのモデル、クラベロンデルタです。ジャックさん、これはどうしてレビューしようと思ったんですか？やっぱり見た目かな。あと、チタン製ダイナミックドライバーってことで、どんな音なのかなっていうことももちろんあるよ。 1DT モデルなんだよね。そう、クラベロンっていうブランドはスペイン語ではカーネーションに由来し、永続的な信仰と永遠の愛を象徴してるんだって。一方、クラベロンは広東語のスラングで強さと偉大さを意味するそうだよ。そのようね。でもそれとデザインは全然一致していなくて、未来的なサイバーパンクデザインの精神にインスパイアされたアート作品ですってことね。なんだか抽象的だね。よくわかんないけど、要は三角形の立体でしょ。そうね、ミミーちゃん、わかりやすくていいわ。この部分を見てアコーディオンを思い出しちゃったよ。ここは伸び縮みするのかな。さすがにそれはないわね。伸び縮みしたら音も変化して面白そうだけどね。デザインよ、デザイン。イヤホン沼にハマっている人にはちょっと気になるモデルなんじゃないかしら。 CNC 精密加工を使用して、航空宇宙ブレードのアルミニウム合金で作られたデルタは軽量で耐久性があり、妥協のないサウンドを提供しますということね。航空宇宙グレードのアルミニウム合金ってなんかゴージャスだね。ってことは軽いのね。片側 6.3g。 このサイズにしては軽いんじゃないかな。そっか、変わったデザインだから装着感に影響するんじゃないの。個人差はあるでしょうけど、思ったよりフィットして、アイは割と印象いいのよね。カスタムメイドの工事性チタン製ダイナミックドライバーを搭載していて、これも魅力の一つ。音質の詳細については後で触れるけど、普段聞いてる音とちょっと違うなぁというのはすぐに分かったよ。チタン製か。ジャックさんの首に埋め込まれてるやつは、昔頸椎椎間板ヘルニアの手術したんでしょ。そうだよ、レントゲン撮るとしっかり写ってるよ。おっと、脱線しちゃったな。次行くよ。はい。あ、価格を言いそびれてたね。15,000円台で DD モデルとしてはちょっとお高めかな。魅力を感じて買いたいなと思ってる人にはそうでもないかも。デルタはバンドルケーブルにもこだわりが感じられ、ドイツから輸入された OFC と銀メッキ銅をブレンドした高純度のカスタムケーブルがバンドルされています。ジャックは購入時に 3.5 か 4.4 ミリを選べます。いい感じのケーブルなので、今回の音収録と視聴はこれを使うんですよね。そうだね、これでいこう。さて、波形のチェックですが、デルタには特別に設計されたアコースティックイヤーチップがバンドルされており、遮音性を高め、外部ノイズを最小限に抑えるだけでなく、秘密性を確保することで全体的な快適性とリスニング体験を向上させますということなので、購入後まず試してみることをお勧めします。ジャックさんは試してみてどうでした？サイズと形状が自分の耳に合わなくて低域が抜けてしまうので使用しなかったんだ。でもイヤーチップの出来が悪いわけではなく、個人的に合わなかったってだけだからね。そうなんですね。じゃあ今回もディバイナスベルベットでの視聴になるんですね。そうだね、バンドルイヤーチップとベルベットの差分はこんな感じで、低域に少し差が出ているように見えるね。それとデルタには軸の短いイヤーチップの方が合う気がしたね。比較モデルは同価格帯の 1DD モデルの手持ちがなくて悩んだ末、今人気あって飛ぶ鳥を落とす勢いのシブがチュエにしてみた。ベリリウムメッキの 1DD モデル。でもチュエは鳥の名前がルーツだから落とされちゃ困るんだけど。あ、そうだったわ、あはは。音調整の基準はデルタ、ケーブルとイヤーチップは上の通りね。はい、了解です。ではサウンドチェック行きましょう。音量上がります。
が結構目立ってるように思いましたが、チュエの混域はこんな音じゃないよって思った人は正解。音調整の基準がデルタなので、10キロ以上の混域の差分が大きい部分も反映されちゃってるのが原因なんだ。実機はもっと滑らかで綺麗なんで、フォローしておくね。はい。チュエは滑らかでどっしりした低域と、綺麗に抜ける混域が特徴だなーって思ったよ。2キロ手前までの波形はデルタと重なる部分が多いけど、聞いた感じはだいぶ違うんだね。そうだね。あと補足だけど、チュエのバンドルイヤーチップとベルベットではかなり波形に変化が出たね。イヤーチップで攻撃の傾向が結構変化するのもチュエの特徴だね。デルタを聞いた印象は、低域は量感と緻密さが両立している印象で、いい感じの質感だわ。スネアに太さと明瞭さがあり、フロアタムも最高に近い鳴り方に感じた。ボーカルは低めの音程だとちょっと沈みかける部分もあるけど、基本的には明瞭で前へ出てくる。2キロ以降で大きなピークはないけど、絞ってるタコもないんで明るい質感。7キロ付近のピークは突出していないが、5から6キロを絞っていないので視察音はちょっとある。でも嫌な感じは特にない。ハイハットの刻みに厚みを感じた。チュエはさらに小域でのシンバル系が繊細に響くけど、デルタはそもそも特性が違うので、いわゆる中小域中心の小域の作り方なんで、シンバル系は太く厚みがあるように感じた。全体としてはいい意味でちょっと不思議な空間表現だなぁと思うところがあったけど、音自体は近めで曖昧さはほぼ感じない。そしてそれぞれの帯域に耳を傾ければ、しっかり聞き取れるバランスと明瞭さを兼ね備えたモニターライクで高質なサウンドの傾向のモデルという印象。量感がありつつ締まった帯域を聞かせてくれるモデルはやはりいいね。なるほど。音に特徴があってデザインも好みなんで、まずは欲しいものリストに入れてみます。あえの欲しいものリストはイヤホンでいっぱいだね。まあね。ということで、カスタムメイトの高磁性チタン製ダイナミックドライバー搭載モデル、クラベロンデルタのレビューでした。ではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。 MD ジャックチャンネルはイヤホンレビューを音と波形した言葉で表現します。チャンネル登録お願いします。